川田隆平、川田隆平、川田隆永、1976年1月12日体は、日本の政治家、立憲民主党所属の参議院、議員、2期、参議院国民生活、経済に関する調査会会長、岩手一家大学客員教授、東京都出身、岩井の党選挙対策委員長、維新の党国会議員団総務会長、 東京 HIV 訴訟、薬害エイズ事件原告、川田隆平と人権アクティビストの会代表、隆平学校ピーク主催。1976年、東京都小平市生まれ、名前は平和、平等の平に、立都市生まれなので、隆をつけて、母が隆平とした。血液型は B 型。小平市立小川東小学校。 小平市立小平第二中学校、東京都立小平高等学校、東京経済大学経済学部卒業。生後6ヶ月、遺伝性疾患である血友病との診断を受ける。同病の治療に用いられた、非加熱輸入血液製剤により、HIV、人免疫不全ウイルスに感染。その事実は10歳当時に、母親から知らされた。 1993年、東京 HIV 訴訟の原告、薬害エイズ事件を参照の一人となる。1995年、19歳の時に実名を公表し、その裁判の実態が数多くのメディアで取り上げられ、一部で知名度を得た。川田の顔と名前が世間で知られるようになったのは、厚生省前の薬害エイズ患者による抗議行動で、 他のエイズ患者がマスクや厚手の帽子や衣服で身を包み体力の無差で全員が雑込む中、川田和人だけがマスコミの前で人殺し、人殺しと元気いっぱいに歌い踊っている様子がニュース映像やワイドショーで繰り返し報道されたことによるものであった。多くの支援により日本の薬害裁判史上初の刑事裁判となった。1996年、訴訟は和解で終結したものの その後も人権アクティビストの会などを立ち上げ役外と人権問題に取り組み国と大企業の癒着体質を追求し続けている大学在籍中にドイツへ語学留学2003年4月から松本大学非常勤講師を務めることになった担当科目は生命倫理社会活動ユニバーサルデザインと地域2007年参議院選挙にて 東京都選挙区から完全無所属で出馬し当選。環境委員会に所属。2008年、世界経済フォーラムが選ぶ、ヤンググローバルレダースに選ばれる。2011年、列国議員連盟の顧問機関である IPU のアドバイザーに就任。血友病の治療経過中に C 型肝炎ウイルスにも感染したが治療を経て治癒。2007年11月現在、 HIV 感染に伴う HIV ウイルスは未検出。2007年7月の参議院選挙に東京都選挙区より無所属で立候補。参議院選挙の際には公示日の7月12日には約1000人のボランティアが都内約1万4000所の掲示板のポスター張りを手伝ったほか7月22日の新宿での集会では支援団体やボランティア支援者を中心に 約800人以上を7月28日、選挙戦最終日の渋谷での集会には約1000人以上を集め、著名人らも応援に駆けつけた。68万3629票を得て、初当選。参議院環境委員会に所属した。その後無所属からみんなの党に入党し、2013年の2期目の選挙では比例区でトップ当選。 第21回参議院議員通常選挙における候補者及び結果については、東京都選挙区選挙結果を参照のこと。2008年6月参議院本会議において、有害サイト対策法案に対し、反対票を投じる。2008年12月参議院本会議において、国籍法改正案に対し、反対票を投じる。2009年7月。 臓器移植法改正について、子どもや精神障害者の権利を含めた野党側からの対案言い合いを本会議で発表する。2009年12月、枝健賢の誘いを受け、みんなの党に入党。2013年1月、子ども・被災者支援法議連を設立。事務局長に就任。2013年12月、特定秘密保護法案に反対し造反。 本会議で反対票を投じみんなの党を離党。2013年12月、枝健次らと共にみんなの党を離党した議員たちで結の党を決闘。2013年12月、結の党で政調会長代理、選挙対策委員長、政治制度改革委員長、都連会長を務める。2014年3月、薬害再発防止を目指す超党派議員連盟を 設立、事務局長に就任。2014年9月から由愛の党が、日本維新の会と合流し、維新の党を決闘。党国会議員団総務会長、トレン代表に就任。2016年3月30日民進党、待機児童緊急対策本部副本部長に就任。2016年4月5日民進党次の、 内閣ネクスト厚生労働大臣、年金改革担当、ネクスト内閣府特命大臣、少子化対策に就任。2016年5月10日、超党派議員立法のガ対策基本法一部改正案の最終分案策定に参与。2016年8月2日、相模原障害者施設殺傷事件の発生を受け、短絡的に、 精神医療のあり方の見直しと警備の強化のみに、再発防止策を求めるべきではない。という内容の談話を、民進党、次の内閣ネクスト厚生労働大臣として発表した。2016年8月2日、民進党代表選挙に参加。2016年9月29日参議院国民、生活、経済に関する調査会会長に就任。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。